開幕前最後のところで、はい、振り返ってみていかがでしょうか。まあ、やっぱりここ数試合同じことをね、繰り返してるなと自分で感じているので、まあ、そこの調整というのをしっかり、まあ、やっていかないことには一軍の舞台で活躍できないんじゃないかなと、また改めて反省ができてたので、そこを残り1週間しかないですけど、そこの意識っていうのを変えていければなと思います。今日のこの試合の中で課題というところでいうと、どんなポイントになりますでしょうか。やっぱり勝負どころの、1球というのが、多少というか甘かったですし、そこの意識というのを、オープン戦だからいいやというところはないですしね、そこの意識を変えていかないことには、勝利も、ね、減っていくと思うので、そこを変えていけたらなと思います。決め球にスライダー投じる場面ありましたね、はい、こちらというのは仕上がりはいかがですか。そうですね、インコースのスライダーも、いいボールも何球かありましたし、ただ、カーブが入らなかったりとか、フォークが、引っかかったりとか、今日はそういう球が多かったんで、そこの修正というのをやっていけたらなと思います。逆にこう収穫みたいなのはありましたか。まっすぐの強さが多少戻ってきたので、あと三振が、何個かフォークでも、スライダーでも取れたので、そこは大きな収穫かなと思いますけど、まだ反省が多いかなと思います。あとは開幕に向かうというところですけども、はい、そこへの意気込みを最後お願いします。そうです、あと1週間なんでね、やれることを、やって、いい形で開幕を迎えたらと思います。